私のところに来られる方は大体不妊もしくは不育、まあ、流産しやすいとか、まあ、出産で何かトラブルがあったって言われる方がまあ来られてて雪をして生態をして生まれた子とそうでない子全然違うまあ私のところにあの年間に大体 ま、平均的にはあの56名の方があの。出産されるんです。その方は東京、えー、この間、8月末に生まれた子は神戸から通われてました。まあ、この方もあの無事に行ったっつってね。まあ、私のところに来られる方はだいたい。不妊。もしくは不育。ねまあ、流産しやすいとか、もしくは出産で何かトラブルがあったとっ言われる方がまあ来られてて、昨日も実は妊婦が来られてまして、ね、その方は京都から来られて。る。 その方は、まあ、予定日が12月30日だというね。まあ、これも、あの、なかなかタフな年になるな、っていうことなんですけど、女性って、ある意味、たくましいですよね。同時期に生まれた子は、滋賀の方なんです。まあ、これどういうことかというと、まあ、こう言ったらあれですけど、あの、このコロナ禍の中で、大きいお腹抱えて、電車に乗って、 私の子に通わわれてるわけですよね何事もなかったかのようにっていうことはないさまざまなストレスがある中でその生態を受けそして、えー、出産しそして育児をされてるんです、ねまあ、すすねごいいなと思いますこの間8月生まれた子も一、えー、人目の時には早めに反省してしまってちょっとトラブルっていうかねあのバタバタしたんですけど、まあ、今回は無事に生まれましたなんていうこともあるし私の子にはそういう。 まあ、特に不妊の人はたくさんん来られるんですね最高齢では、えー、44歳で初産で妊娠して生まれた方もあるんです本当にあに自然の生態本能の生態っていうのがあってよかったなってつくづく思うんです東京にセミナーに参加したその3歳3か月の子もお腹の中にいる時からも雪してるんで全然違いますををして生態をしてて 生まれた子とそううでない子全然違皆一様に行きして生まれた子は丈夫健康そして、まあ、もちろん子供だけど病気はします病気はするけど皆経過が早い、まあ、その上に自立心が強くてね、まあ、成長の過程ですごく重要なんですけどそういうものがもう全然普通の子と違う個性はそれぞれ違うかも分かんないけど 気を通すっていうことがどれほど生まれてからまあ今80年90年100年で生きる中でまあ重要かっていうのはあのつくづく感じますね。私のところもまあ二世帯三世帯つって来られるようにまあ私も長くやってるもんで来られるようになったんですね。でその子供たちがこう発育していく中で成長していく中で感じることがたくさんあってまあ何があってもまあ何がなくても何かの時また来られたりして。 まあそういう中で体を見ると、もう明らかに一目瞭然、ちょっと違うんですねで。違うって言って構造が違うわけないけど、えー、反応が違う。自然のものっていうのを持ってる。まあ、そういうふうに思います。まあ何はともあれ、女性はすごいですよね。男にはなし得ない。毎年出てるあの統計調査でね、今年初めて100歳以上の人が8万人超えましたって、まあ、長寿社会。 で、その比率は88%女性なんです。去年かおととしかにあの7万人初めて超えましたなっていうニュースがあったその時も88%女性だったんです。まあ、これはあの60%とか72%とかだったら、あ、たまたまちょっとずれるかなと思うけど、毎回その比率88%って言っもう9割ですから、もうそれを見たらもう 男と女どっちが強いかっていったらもう明らかに長生きだから強いというわけではないけれども、えー、健康な度合いっていうのは女性の方がもう数段優れてるだから、えー、そういう面ではあの私も男ですけど男性は女性には勝てないそう思います女性のの、えー、本能的な働きっていうのはすごく 強いものがあると思いますね。その母親になるっていうその出産もですね、実際は体においては最大最良の排泄作用になって、出産を経て女性は綺麗、えー、になったり、まあ、いろんな持病みたいなものがあっても、それを、えー、克服したり、えー、改善したり、解消したり、そういうこともある。だからそういうことも踏まえて、 女性っていうのは、やっぱり長生きできる環境にあるんじゃなかろうかっていうふうにあの思うんですね。だから男性諸君はですね。あの女性には逆らわないように。で、女性はですね。男はどうせ先に死ぬんやからって言ってね。思って。あのちょっとわがまま言っても甘く見てやって。<laughs>